あ、まっちゃん。はい。お疲れっす。お疲れっす。おず、どうしたんすか、今日は。今日はアジ持ってきました。アジ？はい。アジかー。見ますか、アジ。はい。アジ？アジか。めっちゃいいで、このアジ。ほら。うわ、でっか。ほら。え？ちょっと待って。40近くあり、ある？ありますよ、36、7です。綺麗に。はい。くれるんすか。はい、どうぞ。いただきください。ありがとうございます。じゃあ、いただきます。どうぞ。雨に濡れながら、ごめんね。いつのやつですか、これ。昨日です。あ、昨日。ありがとうございます。じゃあ、美味しくいただきます。はい。ありがとうございます。はい、俺たまこです。ということでね、まっちゃんがお魚を持ってきてくれました。本日の食材がこちら。両型のアジ。ということで、この3匹はね、32、3センチかな。大きいやつで37、8センチありましたね。10匹持ってきてくれたんですけど、あれから実は3日間寝かしておきました。新鮮なうちもね、食べたんですけどね、あまりにもいい答えだったんでね、ちょっと寝かしてから動画撮りたいなと思って。この辺目とか言ってるんですけどね、身は大丈夫ですね。今日はこちらのアジを使いまして、なめろう丼を作っていきたいと思います。やっぱりね、アジって何しても美味しい魚なんですけどね、最終漁師さんがたどり着いたのがなめろうってことでね、お皿を舐めたくなるぐらいまで美味しくなる調理法。このいい味でやっていきたいと思います。僕とチャンネルは釣ってきた魚をさばいて調理する動画を主に配信しております。魚さばきに興味のある方、また今日の動画を見ていただいていいなと思っていただける方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。じゃあ今日は、まっちゃんが持ってきてくれた味で、これだま。はい、ということでやっていきます。内臓はもう処理してます。で、リードペーパー詰めてるんですけど、これ詰めたままの方が鱗かきやすいんで、最後に取りますね。アジはまずここにね、ゼーゴというね、まあ、アジ皮、独特な鱗があります。これはしっかり先に包丁で取ってやりましょう。この辺まであるんでね、しっかりこれ取っといてあげると後の皮の処理が楽ですね。で、ここえぐれんのしゃあないです。全然えぐれて問題ないですね。で、ゼーゴがかけたら他にもまだ鱗がついてるんで、これは包丁で取っていきます。アジ結構鱗がないように見て結構びっしりついてる魚ですね。で、ここのゼーゴの周り、まだ硬いゼーゴ残ってたら、ここもしっかり気合しといてあげます。後でね、皮引くときにね、これが残ってると結構やりにくくなりますよ。はい、では鱗がかけたのでリードペーパー取って水洗いしていきます。はい、では下ろしていきます。まずは頭とカマを取りましょう。そして3枚おろしです。よいしょ。腹、生成腹ですね。腹もアジサバで練習するのが一番いいですね。3枚おろしはを感じて、で中骨まで行ったら入り口作ってボタン、よいしょ。反対側も中骨まで包丁を進め、入り口作ってズバン、
よいしょ。俺たま。そしてチャイムネ取っていきます。左側にチャイムネ腹骨やね、骨を持ってきて、で今ね産卵の時期でちょっとこの辺がねお腹膨らんでるんですよ。お膜だけをしっかり取ってあげましょう。骨取って膜取る。血合い骨取っていきます。この血合い骨もね持ってきてくれた日は全然抜けなかったんですよね。身が怒ってて、はい。続いて皮を引いていきます。で、普通の魚みたいにこっちから引いてもいいんですけど結構失敗しやすいんですね。でちょっとやり方があって、この頭の方ですね、ここを簡単にペロってめくれるんで、まあ、ここから手でむく人もいるんですけど、この取っかかりだけ持って、で包丁の裏でこういう感じですね。でちょっとこっちに倒し気味の角度でこう向いていくっていう例えがいいんかな。一番この音が好きなんですよね、結構。気持ちよく取れます、これをすると。で、この時に、アジのゼイゴが残ってると引っかかるんですよ。だから、あれはしっかり丁寧に取ってあげとくのがいいですね。こんな感じです。めちゃくちゃ綺麗に取れます。取っかかりを持って、で包丁を当てて剥いていくイメージで、はい。では切り出していきましょう。なめろうにするんですけど、なめろう丼にした上で上にちょっと綺麗な刺身を盛りたいので、ちょっと切り込みを入れて、で両サイド取って。
これを上に乗せます。なんかなめろう丼ってか味丼になってきたな、もはや。で、あとはなめろうにするやつを切っていくんですけど、そうやね、こんな感じで1.5 センチ幅ぐらい、まず柵取り、尻尾揃えて、で、薬味は今日はこちらでいこうと思います。大葉、生姜、みょうが、残ってたネギ。大葉はご飯の上にいこうやし、なめろうに入れるのは生姜だけにしようか。で、みょうがを上に盛り付けたいに入れたいし、生姜、よいしょ、なんて珍しい生姜をおろすなんて。おろしましょう。で、盛り付け用のみょうが、なんか僕いつもここ V 字に切ってたんですけど、切らなくてもいいらしい、コメントくれました。まあ確かにな、食えるもんな、言われてみたら。あ、でもここひっつくな、そういうことか。みょうがは色が変わってくるんでね、水に入れといて。はい、なめろうの字を作っていきます。味噌これぐらい、酒、みりん、醤油、アルコール、気になる方は飛ばしてから入れたらいいと思います。漁師さんなんて気にする人いないですもんね、あんまり。よく釣りに行ったらね、漁港でもお昼ぐらいから酒盛りしてありますもんね。ちょっと羨ましいと思いながらいつも釣りしてますわ。で、ここに入れます。味噌多いかな。で、混ぜる。ちょっと味見。あ、うまっ。今日はこちらの割とロングな皿でお米を大葉を、よいしょ、さささささと引いていきます。そこに作ったなめろうをドバーっと、うわ、もううまそう。そして上からこの綺麗な味の切り身を、よっこいせ、よっこいせ、でみょうがを上に、ネギをどっさりかけて、はい、アジのなめろう丼の完成です。食べていきたいと思います。はい、ではいただきたいと思います。さあ、どうやって食べよう。もう崩すしかないような、取れる？スプーンいるな、これは。まず米と下のなめろうを回収して、で、ちょっと薬味乗せて、で、何の味付けもしてないね、あの味も乗せたから、ちょっとだけわさび醤油垂らしときます。もうちょっとだけ。こんなもんでいいよ。はい、では、いただきます。うまそうやな。まずなめろうのとこと、ここやな。ご飯と。食べたいと思います。いただきます。うわ、やば。美味しいのは知ってたけど、こうやって食べるとほんまにうまい。まだ歯応え残ってんな。うん。で、アジの身ね。うん。うまっ。
やばい。マジでうまい。いやー、なめろうでビール。明日は死刑だけにゃーってイメージ、漁師さん。うめえ。やべ。うわ、じゃあエンディング撮りたいと思います。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。いやー、まっちゃんありがとうございました。めっちゃ美味しかった。やっぱね、物がいいと何しても美味しいんですよ。結局ね、生でそのまま食べるのもめちゃくちゃ美味しいです。脂が乗っててね。で、さらになめろうにすると、うん、ほんまにね、皿舐めたくなるぐらい、もう全部食べたくなるぐらいほんまに美味しかったですね。この今日みたいな味が釣れるときは1日50匹とか釣れるんですって。いや、あ、いいですよね。いやー、美味しかったです。また面白い魚があったらお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。いつもありがとうございます。